はい、こんばんはです、今回ですね、こちらの方、津川陽子さんの、農業倉庫組み立てキットですね、こちらの方開封していこうと思います。で、まあ今回はこれ組み立ての動画っていうよりも本題はこちらではなくて、新型コロナウイルスのワクチンの方ですね、ファイザー製ワクチン2回目接種してきました。で、副反応のこととかね、いろいろと、ニュースにもなったりもしているので、そのあたりについてちょっとお話ししながら組み立てていこうかなと思ってます。で、前回と同じように、医療従事者優先枠で、だから、前回打った50名、同じ顔ぶれですね。同じ顔ぶれで、ワクチンの方受けてきました。で、前回は、動画の方でも話していたんですけども、50人打った中に、1人だけ、コロナ感染経験のある人がいまして、その人だけが、1回目の接種時に、38度ほどの熱が出るという、副反応があったんですけども、今回2回目ですね、50人受けまして、結果から言うと、38度を超える熱が出た人が、10人はいなかったな、5、6人ですね、いまして、で、37度台の熱の人が、10人ぐらいというような感じで、全体の3分の1ぐらいの人数ですかね、ちょっと熱が出たりとか。あとは、熱はなくても、腕がちょっと痛いとか、ちょっと全身がだるいとかの、倦怠感だったりとか、そういう、症状とかっていうのは、副反応の方が見られたんですけども、1回目の時と同様にアナフィラキシーショックはなしですね。ほぼほぼ1回目と変わんない感じで、接種の方は終えたんですけども、なんていうかね、これといって変わったことっていうか、そういうのは特にはないんですけども、副反応、としては、ワクチン接種のあと、どれぐらい時間だったの？ 5 時間、1回目の時はね、5時間ぐらい経って、ちょっと腕の痛みとか、その筋肉痛的なだるさみたいなのを感じたりはしてたんですけども、2回目の時は、5時間経ったぐらいじゃ何もなかったんですよ。で、2日目ですね、ワクチン接種の次の日ですね、次の日の、昼前ぐらいから少し、節々の痛みのようなものを感じてきまして、熱が出てくる前兆みたいな感じですね。で、それがあって、ちょっと気になって、熱測ってみたら、37度2分とかそんな感じで、微熱で、なんですけども、ちょっとそこで熱が出てきたなというぐらいで、さすがに38度とか超えてた人なんかはカロナール服用して、解熱剤ですよね、そちらの方でちょっとね様子観察っていう形にはなったんですけども、37度2分とかだったら別にいいかなと思って、薬も飲まずそのまま様子見で、その日の夜にはもう熱下がりましたね。平熱戻ってます。で、体のその節々の痛みとかそういうのも解消されていて、本当、丸一日でちょっと症状が出始めて、で、
それからまあ5時間ぐらいで収まってきたっていう感じなので、そうですね、まあ1日半ってところですかね。ちょっと、まあ、それぐらいで症状は落ち着いて、副反応がない状態ですね、まあ、元に日常に戻ったというような感じですかね。で、ワクチン接種後に、これは普通に申し込んでいっての接種の時とちょっとタイミングとかどう違ってくるかっていうのはわからないんですけども、まあ事業所での医療機関事業所での集団接種っていう形だったので、その日のうちにワクチン接種の なんていうのかな証明書みたいなものは発行してもらいました。ただ市町村が発行するものとはまたなんかちょっと違うみたいで、それが必要な場合にはまた改めて市町村の方に申し込む必要はあるそうです。まあでもとりあえずね、ワクチンのその製造ロットナンバーとかが入ったシールですね、それを貼った証明書っていう形みたいなので、まあそれで十分じゃないかなとは思ってるんですけども、まあ一応、これでワクチン2回接種終わりましたので、あとまあ2週間ほどすればもう抗体もまあ製薬会社が、まあ、製薬会社の発表にはなるんですけども、2週間ほどで、まあ、抗体は万全なものになるということらしいので、まあもうしばらくちょっとね、やっぱり外出とかそういうのは気をつけてとは思ってますが、そろそろまあワクチン接種を終えて、まあ、旅行を解禁していってもいい時期なのかなとは考えてます。まあ緊急事態宣言中はちょっとどうかなっていうのもあるんですけども、なんとなくなんですけど、五輪無理やり進めるために。なんかこう緊急事態宣言を延長して、ね、で感染者激減しましたみたいな、だからもう安全ですっていう方向に持っていこうとしているのかなとか考えてもしまうんですけど、まあまあまあそこはもう五輪とかもどうでもいいんで、少なくとも医療機関の人間としてはね、7月までにワクチン接種を終えろとか言っておきながら、で7頭から7月の頭からは、五輪に協力して看護師医師派遣しろとかもうなんか好き勝手言われて、めちゃくちゃもうみんな怒ってるんですよね。もう絶対五輪には協力しないっていうような感じで、なのでまあそれは自分も同じですけども、今回の五輪はもう本当にちょっともう憎しみを覚えるぐらいにちょっと政府ね IOC のやり方に苛立ってたりもするので、まあそういうのもあってちょっと緊急事態宣言とかもね、もうどうなのかな、もうね、国のもうそこまでの本当に聞く必要があるのかなって感じてしまっている部分もあるのは確かなんですよね。まあまあまあちょっと話それましたけども、まあワクチンの方は結局まあ2回目もまあ大きな副反応っていうのもまあ8度超えた職員ねいたんですけども、そこまで問題するような大きな副反応でもなかったのかなとは思ってます。むしろ副反応起きなかった
った場合っていう、そちらの方がちょっと怖かったところはあるので、というのも2回目の方が副反応強いっていうのは、単純に考えたら1回目のワクチン接種でもう抗体ができつつあるから、2回目のワクチン接種の時に、反応して副反応が出てるっていうものだと思うんですよね。つまり2回目のワクチン接種で副反応が全くないということは、1回目のワクチン接種できちんと抗体が作れていっていないんじゃないかっていうふうに、ちょっとそういうふうにちょっと解釈しているんですよ。なので、まあ、その意味では副反応が出たっていうのは良かったことなのかなとは思ってるんですよ。実際ワクチン受けた時に医師からも副反応が出るのはこういう、まあ、その抗体が1回目のでできてて、それに対しての反応だから気にしなくていいよって、出て当たり前だよっていうような感じでは説明受けたので、だから副反応出てったっていうことは、1回目のワクチン接種でそれなりにきちんと抗体できてたんだなっていうのは感じれたので、その意味では小さな副反応だったんですけど良かったのかなとは思ってます。で、ワクチンの方なんですけども、一応接種の証明書とかも発行してもらえたので、とりあえずは2回接種無事に終えたわけなんですけども、ただ気になるのはこのワクチン接種抗体どれぐらいの期間有効なのかっていうところですよね。ずっと有効なものではないと思うんですよ。やっぱりインフルエンザの、ね、ワクチンとかもやっぱりだいたい半年も経たないうちに効果なくなってきますから、だからこそ秋のね流行期入るよりもだいぶ早い段階でこうワクチン受けてしまったりすると、例えば10月の頭とかね、そんな時期にインフルエンザワクチン受けたりすると、次流行期入るのが遅かった時とかに、2月3月に流行期迎えてしまった時、その時点でワクチンちょっとね抗体がもう減ってきてたりっていう可能性もあるので、そういう意味ではほらもう一回予防接種受けないとダメだったりとか、あるいはもうその年はもうなんとか乗り切ってみたいな感じにもね、あとねもう少ししたらもう流行期も終わるからみたいな感じでこう医師に言われたりとか、そんなこともあったんですけども、となるとやっぱりコロナのワクチンも抗体の、有効期限ではないですけども、どれぐらいの間効いてるのかっていう、それってやっぱり重要になってくるんじゃないかなとは思うんですけども、実際どれぐらいの間ね抗体が有効なのかっていうのは分からないので、ちょっとそこは心配ではありますね。実際副反応強い副反応ね、8度超える熱出た人とか聞くと、これ半年後とかにまた受けんとあかんのかなみたいな感じで話して、やっぱちょっとブルー入っちゃってるんですよね。そりゃそうですね、また同じ副反応来るのかとかって考えるとちょっと嫌にはなりますよね。ちょっとそのあたりは心配といえば心配なんですけども、でも今の時点でねあれこれ考えてもしょうがないので、とりあえずねワクチン接種できたっていうことでよしと考えてるんですけども、50人ほどワクチン接種を受けて、実際に副反応が出たのは本当に15人ぐらいですかね。
20人まあ行ってないぐらいなんですけども、あ、そうそうそう、あとはあの副反応が出る世代ですよね。あのほら若い世代に副反応が出るっていう話あるじゃないですか。あれはねやっぱり当たってますね。38度超える熱が出た人ってやっぱりあの20代の、 あの女性なんですね。やっぱり20代の女性に38度超える熱で、30代の女性その辺ですね。やっぱりで40代50代になるとまあ7度ちょっととか少し反応は鈍ってきてるのかなっていうような感じはありました。で男性、まあ自分含めて、10人ぐらいかな、50人中の10人ぐらい男性、まああのやっぱり、ね、女性の多い職場なので男性の比率低いんですけども、男性でワクチン受けて38度の熱超えた人っていうのはいないです。一番上の人だとまあ60代、一番下でも20代なんですけども、20代でも37度までで、あとはもう節々の痛みとかはあっても、まあ、それ以上の反応は特になしだったりとかなので、なんていうのかな、まああの本当にメディアでも報道されてる通り女性の方が強い副反応が出るっていうのはもう間違いないのかなっていうのはね、そういうちょっと印象は受けました。まあ、若い人ほど強い反応が出るとかね。ただその20代で、まあ、38度超える熱出た女性職員いるんですけど、普通にあのカロナール服用して30分から1時間後ぐらいには7度ぐらいまで熱下がって、普通にそのままあの休むことなく仕事してましたね。で、まあ、彼女が言うには、熱のしんどさよりも、むしろ、注射打ったその腕の痛みとか、そっちの方が気になって、熱全然、大して気になりませんよっていうような感じなんですよね。で、実際自分自身は、まあ、37度2分、熱は出たんですけども、熱の、その、なんか辛さみたいなのは全くありませんでした。どっちかっていうとその筋肉痛的な体のだるさですね、そちらがメインで、全然熱の、まあ、辛さっていうのはなかったです。多分ね人それぞれだとは思うんですけども、まあ自分の場合はそんな感じだったので、比較的まあ副反応も軽くて、ですぐに回復もしてますし、薬も頼る必要なかったので、まあワクチンね受けてよかったなとは思ってます。あとはワクチン接種直後、まあ、そこは問題はなかったんですけども、よく聞くのが、ほら、ワクチン接種から何週間か経ってとか、で、なんか起きたとかって、まあ、それが本当にワクチンによるものかどうかなんて、もう分かんないじゃないですか、そこまで行くと。だから、あとはまあ、もう何かあったとしても、もう、その場で医師に相談して、先生これワクチン関係ありますかねって聞くような感じになるとは思うんですけど、何よりもまあ安心なのはやっぱり医療機関って
その場で全て対応可能っていうところですよね。何かあったとしても、そこの安心感はあるので、なのでこれからワクチン受けようと思ってる方なんかは、集団接種もいいんですけども、できれば医療機関で何かあってもすぐに臨機応変対応してもらえる環境が整ったところでワクチン受けるのがいいんじゃないかなと思います。特にね、何事もなく終えてるんですけども、何かあった場合の備えっていうのをやっぱ見てるので、あ、ここまで備えした上でワクチン接種するんだなっていう、もうね、単価点滴いろいろね、もう他にも薬も用意してっていう、すごい準備やっぱ整えて、事業所のその集団接種を行ったので、やっぱそれと同じような環境でワクチン、受けれる方がいいと思うので、そういった備えができてるかどうか、そういう備えのあるところで受けた方が安心できるんじゃないかなとは思います。まあ、あとね、前の動画でも話しましたけども、副反応をいろいろ聞いたりもするとは思うんですけども、基本は全て自己判断でとは思ってます。何もなかったから受けた方がいいよとか、そうやって勧めるのも違うと思うし、副反応出たからやめといた方がいいよって止めるっていうのも違うと思うので、全てこんな感じだったよっていう話だけで止めておいて、あとはそれを聞いた人に最終の判断を委ねるっていうのでいいと思います。そうじゃなかったら、ね、やっぱり勧めた側、阻止した側、どっちも違う意味でやっぱそこって責任出てきちゃうんでね、最終はやっぱりもう自己判断でということで、接種自体も一応努力義務で、絶対に受けないとダメっていうわけでもないので、不安な人はやっぱり様子見たいでしょうし、早く打ちたいっていう人はいろんな、ね、副反応のことを聞いても、それよりもワクチンのメリットの方を享受するっていうことなんで、それはそれで、ね、判断、どちらも、もう正しい判断、間違った判断っていうのはもう言い切れないと思うので、もう本人がもう自分で考えて、でそれでいいと思うので、間違っても人に打つなっていう、誘導をしないっていうことが大事じゃないかなとは思ってます。そういろいろ喋ってる間に、この農業小屋一つね、組み立て終わって、で、炭入れと、今、やってる最中なんですけども、これをまたね、レイアウトどこにちょっと配置するか、あんまり細かいことは考えずに購入してちょっと組み立ててるんですけども、またこれもレイアウトの方ちょっとどこか配置して、で走行動画とかにね、これ映るような感じで撮っていけたらいいかなとは思ってます。さてさて、結構この汚し合いとかもあって楽しいですね。ということで、今回の動画なんですけども、コロナワクチンね、2回目を打ってきましたということで、2回目の副反応について、ちょっとお話ししてきましたけども、2週間ほどで、抗体は一応万全なものになるというふうに説明は受けているので、2週間、
6月はいいかな、来月になってからかな、ちょっとまた旅行とかね、少し考え、再開の方向で考えていこうかなとは思ってます。それまでの間は、ちょっと前に、動画アップしましたけど、南海高島浜線の、バス代行ルートをね、ちょっと、あれ、自転車で巡ってきたんですけども、そんな感じで、自転車で行ける範囲ですね、大阪南部の方とかだったら、問題なく走っていける範囲なので、そういうところで撮影できるものであれば、撮影するかもしれないですけども、基本的には公共交通機関使っての旅行とかそういったものに関してはもうしばらく様子を見て、来月あたりからちょっと再開していけたらいいかなと思ってます。というのもちょっとね、近鉄のチケットレス特急券のポイントがもうすぐ期限来てしまうので、それちょっと使いたいなっていうのはあるんですよ。ちょっとね、普通に伊勢方面とか往復できるぐらいの、ね、ポイントやっぱちょっともったいないんで、その辺はちょっと使って旅行とか行けたらいいかなと思ってるので、ちょっとまたもう少ししたら旅行の再開の方検討して動いていこうかなとは思ってます。ということで、今回の動画は、コロナワクチン2回目打ってきましたということで、ちょっとこうストラクチャー一つ組み立てながら喋り倒すという動画やってきました。普段はこんな感じで鉄道模型の、これ、鉄道じゃないですけど、模型の組み立てとか、走行とか、そっちに関する動画だったりとか、あと旅行に関する動画、あとゲームに関する動画とかね、そういったものを投稿しています。よろしければ、チャンネル登録とか、あとコメント、いいねボタンなどお願いいたします。ということで、ご視聴どうもありがとうございました。